セルシウス。ここは氷の霊性が強いな。うん、だから少しは楽かなと思って。確かに悪くはない。君の思い出の場所に向かおうと思うんだけど、案内してほしい順番とかある？今の位置で言うと、キジル海瀑、イルファン、ガンダラ要塞だってな。お前たちに任せる。ただガンダラ要塞という場所は最後にしたい。何か理由があるの？聞かれたから答えたまでだ。ガンダラ要塞は軍事施設だ。ローエンに訪問の手続きを取ってもらった方がいい。そうだね、ローエンに連絡しておくよ。では他を先に回ろう。ここはかつての面影があるな。涼しくて心地いい。昔からそうだったんだね。滝の頂上から地上を見下ろした男女は深い絆で結ばれるという習わしがあってな。恐れを知らぬ人間でにぎわっていた。私も熱心に誘われたのだが。ああ、もちろん精霊の私が承知するはずはないが、何度も壊れて断るのが面倒だったな。おう、分かったぞ。それは伝統行事というやつだな。僕は聞いたことないけど。そうか、今は亡くなってしまったのか。試してみる？うん、試してみよう。心配するな。万一落ちてもウンディーネがいれば死にはしない。死にはしないって。私の目的は達した。好きにするといい。じゃあちょっと行ってくるね。あの二人はいつもああなのか？そうか、ここであいつと話をしたのはついこの間のことのように思えるが、500年か。かなりギリギリのところまで行ったぞ。マクスウェル、まさか本当にやると。なかなかいい眺めだった。あそこで重度がミラーだから、それは忘れてって。あと、そうだったな。私は嬉しかったのだが、重度が嫌がるのなら忘れよう。忘れなくていいから内緒にして。わかった、内緒にする。少しゆっくりしちゃったね。次に行こう。はっ。どうした、柔道？体が冷えたか？うん、大丈夫。ただの生理現象だから。だがさっきはだいぶ水をかぶっていただろう。やはりあの時私があのまま。なんと、ミラ、僕は本当に何ともないからね。何って言えないよ。あ、いや、ルドガーの反応がおかしくてな。だいたい柔道の言い方も悪いぞ。まるで人に言えないことをしてきたと聞こえる。え、してない。そんなのしてないからね。内緒にされるとなおのこと知りたくなってしまうのが人情だ。それはわかるけど。わかっている、約束は守るぞ。そういうわけなのだ。すまないな、ルドガ。ずいぶん奇妙な都ができたのだな。昔は一面の草原で数えきれないほどの流れ星が見えたものだが。へえ、すごく綺麗だったろうね。流れ星が消えるまでに願いをかければその願いは叶うと聞かされた。私をここに連れてきた人間はそういった迷信をとりわけ好む男でな。他にも妙なおまじないを教えてくれて。
ああ、ジュードは閉ざされたセルシウスの心をゆっくり溶かそうとしている。私が言っては無粋だろ。これから500年前に流行ったっていう願いの叶うおまじないを教えてもらうんだけど、一緒にやらない？願いの叶うおまじないか、興味深い。いかにも人間が好みそうだ。やろうよ。ほら、いいか、願いをかけながらこうするんだ。何か不思議な感じがする。そうだね、セルシウスも昔誰かとお願いしたの？そうな、忘れた。願い事もしたし、次の場所へ向かおうか。こんな無粋な建物が建ってしまったか。だがこの地のマナに覚えがある。ここに間違いない。この場所にはどんな思い出が？私はここであいつと出会った。あいつ？私が初めて出会った人間だ。ハオという名に覚えはないか？ハオって、まさかハオ博士？精霊術の基本理論を確立した精霊学者か。ではそのきっかけを作ったのは私だろうな。壊れて一時共に暮らしたこともある。もしかして歴史的事実が明らかになったんじゃ。大スクープというやつか。ハオ博士は明らかになった理論から精霊術の基本術式を発明し、精霊術文化発展の基礎を築いたんだ。大した偉人のように伝わっているが、実際のあいつはただのスケベだったぞ。私と親しくなりたいと言ってありとあらゆる手を使って口説いてきた。ハオ博士がセルシウスを口説いた？今まで訪れたのはハオとの思い出の場所だったのか。あちこち連れ回したり、熱心に夢を語ったり、暑苦しいことこの上なかった。まるで人間が友や恋人にするように。あ、だが所詮精霊と人間は異なる存在だ。お前たちは精霊と人間が本当に共存できると思っているのか？できる。うん、してみせる。私たちはそのために最善を尽くすと誓った。二言はない。そうか、ならば。その誓いに偽りがないか試させてもらう。断固もほどほどにしろ、セルシウス。構わないよ、僕は証明してみせる。バーゲル、こいつら好きに弱いよ。あれ、体が…守りは任せた。止め、負けろ、落ち着け。守りは任せた。確認しておられる。ここだよ、ミラ。あれとどう？鬼人連戦集。
どんどん行こう。はい、一緒に。マジどうだ。ふざけろ。当たれ。どうだ。守りは任せて。将来ラジオ。これが私たちの誓いの証だ。セルシウス、分かってくれた？こいつまだ。しま、ミラ、そうはいかん。はあ、ミラ、ミラ、怪我してないよね？ジュードン、なぜこんな無茶を。嫌なんだ、ミラが傷つくの。誰にでもこんなことをしないよ。バカだな君は。本当にあのバカにハオにそっくりだ。ジュードン、マクスウェル、この二人ならきっとかつてハオと私が願った世界。そういうつもりじゃなかったんだけどね。セルシウス、結局思い出話以外は聞けなかったな。うん、セルシウスとハオ博士のおかげでヒントがつかめたよ。オリジンの研究進められるかもしれない。バランさん、ジュードです。オリジン実用化のヒントが分かったんです。おいおい、本当か？話すと長くなるんだけど。そこまでだ、ジュード。長くなるなら傷の手当てが先だ。分かったよ。カラハシャールのドロステルさんのお屋敷を借りよう。逃げるな、ジュード。それでは手当てしにくい。大丈夫だってば。自分で応急処置もしたし。しかしだな。オリジン実用化のヒントが分かったんだって。おっと、お取り込み中？
てくれたんですね、バランさん。いても立ってもいられなくてね。で、ヒントって何なんだ？はい、オリジンも本来は精霊ってことです。彼らはオリジンになっても心を持っている。だから制御ではなく協力をお願いすればよかったんです。協力をお願い？一体どうやって？それはリーゼマクシアでは普通に行われていたんですよ。ルドガーも気づいたんだね。そうか、人が与えたマナと引き換えに精霊が術を発動させる精霊術。この仕組みには何らかの依頼と了解の契約が存在しているはず。つまり精霊術とは会話だというのか。術式を発明したハオ博士はもともと精霊とコミュニケーションを取ろうとしていた。きっと術式の中には精霊へのメッセージが組み込まれていると思うんです。あった、以前精霊術の術式を解析したとき意味不明の共通信号を見つけたんだ。あれが暗号化された精霊言語だとすると辻褄が合う。それを解読してオリジンに応用すれば大精霊クラスにも依頼できるようになる。絶対いけるよ。すぐ分析にかかる。あとは俺に任せてくれ。お手柄だったな、ジュード。僕は何も、セルシウスのおかげだよ。ハオが見出した可能性をジュードが次ぎ新たな未来へつなげたんだよ。やはり素晴らしいよ、人間は。ありがとうセルシウス、君の願いもきっと叶えてみせるよ。